今週も始まりました、ガチトリニータ。さあ今回はスタジオを飛び出しまして別府市にやってきました。別府、別府といえば温泉いやいや急に、いや何をするか今日知ってます？知ってるよ。お、何ですか？え、別府といえばやっぱり温泉入るんじゃないの？違う違う違う、温泉入り行こうぜじゃないです。あ、違うの？今日はね、ドローンサッカーを体験しに行きます、はい、あ、本当ですか、うん、知ってましたドローンサッカーといえばもちろん、うん、このガチトリニータの大スポンサー様ですよ、はい、ですよね、いつもありがとうございます、はい、本当に会社 AD さんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。その AD さんのところで実際に体験をさせてもらいます。あ、本当ですか？はい、太陽の家の施設内にあるんです。いや、ドローンサッカーね、本当に正直プライベート来たかったのよ、うん、でもコロナでちょっとなかなか来れなかったんで、正直今日めちゃくちゃ楽しみ。え、ちなみにやったことは？いや、ないのよ。ないからどうなるか分かんない。本当にちゃんとした取れたか取れるのかどうか心配してるいや、私ドローンだけじゃなくってサッカーもやったことないですからね、うん、見える、大丈夫、見える、そう見える、うん、サッカー好きは好きなんですけどサッカー好きなのと喋るのと甘いものが好きなんだよね、はい、そうですじゃあ早速行きましょう、はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、ドローンサッカー場に入ってきました。大輝さん、かっこよくない？かっこいいねえ。でも私たちドローンサッカーがそもそもどういったものか分かってないので。そうなのよ、そう、ど素人だから。ど素人ですから、はい、詳しいお話をですよね、はい、じゃないと思います。進まないもんね日本ドローンサッカー連盟の淡路さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。淡路さん、ここは去年誕生したばかり？そうですね、昨年の7月にできたばっかりの、はい、また新しい国内唯一の国際規格に準じた、ドローンサッカー場になっています。見て、元はプールだったんですよね。そうなんです、元はこれスイミングプールで、なんとなくちょっと面影がね、残ってるから、俺飛び込もうかなと思ってたの。泳げるんですか、大輝さん？泳げるやん。サッカー選手か水泳選手になろうかなと思ってたから。あ、そうだったの？ちょっと今嘘ついちゃった。ここできる前に一回泳ぐ真似はしましたけど。お約束です。乗っからなくていいですよ。そうです、良かったですか？そのプールを改装してここを作ったの？そうです。へ、はい。で、今持っていただいてますけど、うん、ドローンサッカーってそもそもどういった競技になるんですか？うん、はい、ドローンサッカーはこちらですね、サッカーボールに見立てたこのドローン、うん、これをあちらに見えますゴール、空中に浮いてます、あのゴールをくぐらせてその得点を競い合う、そんなゲームになっています。ギリギリちょうど入るサイズですね。これ多分レベルが高い人がやるようなボールですか？これが実際の競技用のドローンになってます。競技用、はい、このボールだけですか？競技用はこちらと、あと一応続くんですけども、はい、もう一回り小さい練習用であったりだとか、あと子どもさん、ジュニアの選手が使うようなドローンがあります。あ、確かに全然大きさが違う。全然違うね。こっちだったらね、まだね、うん、入りそうなって感じするんですけど、これ入るって感じしますね。やっぱりこう技術がちゃんとないと、うん、そうですね。こちらに関しては何のセンサーもついてなくて、フルマニュアルで操縦します。なので言ってみればホバリングですね。その場でじっと止まった状態で飛ばす、それも結構難しいぐらいにわりかし技術が必要になります。こちらの本来は5対5で戦うんですけども、うん、そのうちゴールを狙えるのは1人だけ、はい、ストライカー。ああ、俺や。いや、そりゃそうですよね、やっぱり。俺にはボール集めてくれ大輝さんにディフェンスはさせられんなで、あとの4機はというと、うん、味方のストライカーの、まあ、言ってみれば通り道を開けたりだとか、あと自陣のゴールの前でホバリングしてディフェンスをしたり、相手のディフェンダーを蹴散らかしにしたりとか、そういったことをする、まあ、チームスポーツですね。役割があるんですね。そうです。知らなかった。なので作戦の立て方、戦略の立て方がわりかしサッカーにもちょっと似ているところがあるというところから、ドローンサッカーというふうに思います。
え、これちなみになんですけど、一ついくらぐらいするんですか？日高さん、怪しいな。だって私たち今日掃除をするんですよ、これを。いや壊しちゃう可能性があるじゃないですか、大輝さん。天下のジェイコムさんだから、大丈夫よ、壊しても1台、2台。そこそこな感じで、はい、なんですけども。そこそこで、ちなみにこの小さい方は？小さい方で、税込で23,000何本だと思います。まあまあするね。競技用はこちらですね、この本体だけですと大体64,000円ぐらい。こっちでこう。いや、そりゃそうですよ。いや初心者がいきなり競技用は無理ですよ。まずは、ね、はい、練習。そう、練習ちょっと教えてください。まずは練習で本当に、はい、やってみましょう。はい、やってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。ガチ取りということで、ここからはヤナビュンこと柳川志穂さんにレクチャーをしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜヤナビュンなんですか？気になる。普段私さっきの大きい機体でプレーをしてるんですけれども、はい、それのストライカーをやってるんですね。点を取る役割をしていて、そのゴールの操作の感じがビュンと勢いをつけてゴールをするっていうのから、見ていた方にヤナビュンとつけていただきました。へー、ストライカーじゃ一緒じゃないですか、ですね、ポジションとしては、はい、負けられません。頑張ります。普段はどういったチームで活動されてるんですか？はい、普段はオートバックス大分チームとして大分県の中で中心に競技をしております。へー。で、実際に操縦を、ね、教えてもらいたい。教えてもらっていいですか？はい、じゃあ、コントローラー持っていただいて、はい、スティックの説明をします。はい、まず、コントローラー右と左に2つスティックがあるんですけれども、まず左手からいきます。はい、左手上に上げるとドローンが上昇します。はい、下に下げると下に降りてきます。アップダウンですね、左手が。で、左手の左右は何かというと、ドローンがその場で回転をします。横回転で、左にやると左回転。そうです、そうです。で、右になると右回転。はい、おーおー。で、見てほしいのがこの白い頭の先っぽにちっちゃい、あるある、うんうんうん、ある。ドローンのお尻、後ろ側になるのがこの赤い方です。お、はい、お、ね、車でいうテールランプの側です。はい、なので、自分の方にこうお尻が来るようにしていただきます。俺目悪いからな。見えるかな？光るんじゃないのこれ？あ、光るの？あ、よかった。LED だから。あ、よかったよかった。で、このじゃ赤い LED が自分の方に向いてるときに、今度右側です。右手を上に倒すと、ドローンが自分から向かって進行方向前に進んでいきます。もう無理かもしれん、私もう無理や。ちょっと待って、右手と左手は違うんですね。違うんです。じゃあこの上にやると前に進むんだね。じゃあ逆にするとこう戻ってくるってことね。はい、下にやるとバックしてきます。で、右手の左右は横移動ですね。はい、なんかここに説明書きが欲しい。上昇とか。もう分かったよ俺。もう全然もういけますよ。まあ、あと練習のみ。もういけますわ。もうじゃあ早速やってみましょう。はい、黒いボタンを長押しで離陸します。おい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 、浮いた。おいおいおい、おお、進んだ。進んでる。俺の、俺のずっとこっからこうかね。ねえねえ、ああ、分かった。こうや。ああ、分かった。あ、なるほど。おお、楽しい。よし、入った。ああ、分かった分かった。俺もういけるわ。準備が整いました。はい、もうバッチリですね。もうバッチリバッチリ、もうちゃんとトレーニングできましたから。はい、あとは勝つのみ。はい、そうですよ。今回は、まあ、競技は5対5なんですが、はい、今回は特別に3対3で、はい、ゲームをしたいと思います。で、対戦相手はヤナビュン率いるオートバックス大分の皆さんです。よろしくお願いします。ヤナビュンうまいからな。ね、ビューンと行くんでしょ。ストライカーですから、もうバッチバチですよ。いや、ここは負けられ。さあ、そしてお二人自己紹介お願いできますか。はい、川原と申します。4月からこの大分県のうちで働くことになりまして、それと同時に4月から入部させてもらって、まだまだちょっと勉強のみなんですけど。じゃあ4月から始めたばっかりってことは、まだ2ヶ月や、うん、あるよこれ、ね、私たちまだあるよ
あんま変わらんかもしれない。よし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 、お願いします。さあ、そしてもう一方。はい、同じくじゃないな、いいと申します。私、ドローンサッカー歴としては去年から大分県立情報科学高等学校でドローンサッカー愛好会っていう部活がありまして、初代部長として、おい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 、ドローンサッカーをしてきたので、はい、NASA には今回は勝ちたいと思います。言ってさ、なんか顔がもう自信満々の顔してるもん。もう嫌やわ。初代部長だから。もう初代ってなかなか言わないよ、流れの中で。そっか、自信持ってるからいいでしょうよ。はい、で、ヤナビュンさんは大体どれぐらいなんですか？私はもう3年ぐらいやってまして、それこそイーさんを教えたりとか。え、育ての親？育ての親。そうなんです、初代部長の育ての親で。うわー、なんかこういうところで育ての親とか言わんです。もうアピールが半端ない。すごいな。オートバックス大分の皆さんはその大会とかも出られてる？はい、実は、この春に日本で初めてその公式大会のルールにのっとった先ほどの大きい機体の競技の試合が大分で開かれたんですが、そこで我々が優勝して。おい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 、優勝だったよ。初代優勝ってことですよね。大丈夫、うちには大輝さんがいるから。いやいや、ミスタートリニータでしょ。ドローンサッカーは一人では勝てない。チームワークが大事ですよね。はい、しかもさ、3対3なのに。いや、ほんと俺ら2人しかおらんやん。2人です。どうします、あと1人。どうするのこれ、2人しかおらんやん。あんまり右は見ない方がいいし。見ないでしょ。いやいや、見てあげて見てあげて。いやいや、なんかいる。いやいやいや、何、なんかあの後ろ姿見覚えあるんだけど。あんまり触れたくないね。すごい準備運動。見て、左の人なんてさ、腕しか準備運動してないからね。どうする、もう呼ぼう呼ぼう、呼ぼうか、仕方ない、もうめんどくさいから呼ぼうか。では助っ人お願いします。お元気でしょうか、お元気でしょうか。あれ、まあ緑川さんはね、もう毎度おなじみですけど、赤松さんのご指名で大分トリニータの選手がやってまいりました。この肌で選手はないからね。兄たんかと思ったんだけど。ちょっと待って、ご無沙汰しております。助っ人って聞いたんだけど、今ドローンサッカーをやったことはあるんですか、二人は？ないです。おいおいおい、なんだその自信は。じゃあ何の自信？ないのに。ないのに何なの？冷やかしに来たんなら今すぐ帰れ。いや、やれる気がする。やれる気でね、来るのはね、やっぱりポジティブだからいいけどさ。気持ち大事でしょ。え、でもやっぱほら、一致団結しないといけないからさ。いや、せめて来てくれたら。そうよ、せめて来てほしいよね。集中してやってよ。じゃあ古澤さんの掛け声でスタートしましょう。はい、3、2、1、スタート。はい、おい。普通やな。せめてキックオフとかじゃないですか。でもね、こうやって無茶振りもちゃんとやってくれますから、さすがです。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。ではガチトリニータチーム、勝てるように頑張りましょう。はい、頑張るぞ。最終手段はさすがですね。お願いします。金で解決。大人の解決。ドローンに貼ってもらっていいですか？何を？マーク写真を。は？なんかかっこいいね。高野さんかっこいい。何？ちょっとおい、おい、何これ、もっといい写真あるでしょうよ。力でもうちょっといいのね。画質が悪い。画質が悪い。これチョコちゃんのちょっとかわいそうやな。一致団結して勝ちましょう。ちょっと俺のさ、
全然上に上がんないんだけど、俺のさ顔が邪魔してさ上に上がんないんだけど、俺のね顔のせいでさコントロールがさ俺のさ。企画ミスやな企画ミス、もうそれはもうディレクターが悪い、うん、そうやろ、うん、それはそうこれで多分大丈夫だと思うんで、うん、そうですね、さっきのなかったことでいいですか、なかったことでいいですか、 ありがとうございます、楽しそうにゴールバンバン決めてたからね、めっちゃゴール決まってたよそうやろなんで私も動きますよ、なんか全然動かんないけどなんでなんで私も動かんないけど、ここからなんでなんでこれ動かんないけど、俺のなんでなんか細工した、誰かした俺のにまたね、え、おい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 、もうどれがどれか分かんないね、どう、あ、分かった分かった、俺これや、え、待て、おいおい、どんどんやられてる、どこ行ってんのみんな、俺いいんだけど、一人でゴール前に、これ俺や、そうやろ、え、じゃあ私が悪いよ、あ、うまいんですけど、行った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 、うわうわ、こらえ、あー入られた、終わった、え、3、何点入った、3点ぐらい、審判何点ですか、1点ぐらい、3点22? え、1ゴール何点ですか、最初始まった時さ、俺多分違うの見てたかもしれない、え、逆だったの、俺だって真ん中に置いたよね、そう、真ん中に置いてた、俺真ん中に置いてたの、追ってたのよ、うん、全然上がらんで、俺俺っつって、で、緑川くんが間違ってますよ絶対っつって違うやつ見てたら、うん、それが俺のだったの、うん、そういう横にしたら動いてたから、いや、とりあえず私たちもオフェンスやってみましょうよ、やろう、ちょっと一回やってみよう、うん、いけ、ちょっと大輝さん早くちょっと決めて、なんで俺今な、ペール伸びてるところ、おい、入ってない、入った、入ってない、俺の見てるんやな、行け、あ、どこ行った、俺の、あ、やった、やった、え、どこ行った、俺の、落ちてる、わあ、よし、OK、OK、まずいな、あー、落ちた、なんでやねん、なんでやねん、復帰しろ、頼む、早く、あれ、ずっと倒れてるの誰の、あれ、あー、レフリー、何点でしょうか、6点です、まあ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 、え、ゴール消えました、みんな、ちょっと聞いてみよう、何点、1、13? 5点、ということは19、19、どっちにしろ負けてるよどっちにしろ負けてるわ、負けちゃったな、難しいわ、これ体験戦と分からんね、いや本当に練習時はね、うん、できてたのよ、やっぱり相手がいないから、うんうんうん、でも対戦するということによって全然違う、本当に相手がいるとだよ、しかも今回この小さいタイプでやったじゃないですか、うんうん、競技をもっと大きくってギリギリでしょ、そうでしょ、いや相当なテクニックいるで、うん、現象になるでこれ ね、違うね、レベルがやっぱり、さすがです、謝るそうですね、せーの、
すいませんでした。淡路さん、初めて私たちドローンサッカーしたんですが、とっても楽しかったです。ありがとうございます。ね、楽しかったですね。初めてにしては本当にあの6点でしたっけ、はい、なかなかの健闘だと思います。本当ですか？お世辞じゃないですか？はい。いやでも本当に楽しかった。楽しかったですね。でこのドローンサッカー場は一般の方でも使えるんですか？はい、そうですね。こちらは、時間貸しということで15分300円で、貸し出しをさせていただいています。また先ほどトライしていただいた小さな機体、スカイキックという機体ですね、こちらのレンタルもしておりますので、こちらで体験してもらうことが可能です。あ、じゃあ何も持ってなくても大丈夫なんですね。大丈夫です。おちょっと練習しようかね。そうね、一回もう一回練習して、こうそっと練習して年内にもう一回勝負こう。あ、そうですね、また挑戦したいと思います。さあ、そして大分トリニータは少し中断期間がありまして、いよいよまた後半戦になりますね。後半いよいよこれから反撃ということになりますので、一致団結パスという新しくハーフシーズンパスをですね、今絶賛発売中なので、ぜひ皆さんお買い求めいただき、スタジアムに来てください。お待ちしております。ちょっと噛んだね今ね。噛んだし、これなんやった今、これなんだ、聞き流してで、ミドカメラもね、そう、それに合わせてね。そうよ、前ひどかったもんね。見て今度ガチ撮りに行った、ほんとひどいからミドカメラ。それもね、今後ちょっとまた撮っていきたいね。はい、さあ、それではそろそろ番組お別れの時間です。せーの、ガチトリニータ、また来週。チョブちゃんできた。不甲斐ない夜を越えた分、叩き上げられてここまで来た。だから俺たちは間違いなく、そう、誰が原動力。画像も楽しめる J コムリンクも好評受付中。画像を見るなら J コム、気軽にお問い合わせください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。テラ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